美容師さんということで質問があります。私には10歳と5歳の息子がいます。最近暑くなってきたので、いよいよこの時期が来たかという思うようになりました。それは何かというと、この時期から10月ぐらいまで息子たちの頭が毎日臭くなるんです。毎日ちゃんとお風呂に入って頭を洗っていますが、お風呂を出た後髪の毛を乾かしてしばらくすると匂いが取れきれてない感じがします。10歳の息子はもう4年生なので1人で入らせてます。5歳の息子はまだ1人で入れないので、旦那か私が入れるようにしています。頭の匂い取れる洗い方とかありますか？あったらぜひ教えてください、というお悩みをね、いただきました。そうですね、美容師としてね、お答えしましょう。匂いが取れる洗い方というのはですね、ちゃんと頭皮を洗えているかとか、毛穴の汚れや詰まった皮脂が取れてるかとか、シャンプーの泡を流せるとかとか、などとね、これまでたくさんの美容師がね、呪文のようにね、唱えてきていますけども、これはね、時間をかければね、誰でもできることなんですよ。ではなんで誰もやらないのか、なんで、続かないのかと言いますとですね、めんどくさいからなんですよ、ほんまに。でね、なんでめんどくさくなるかと言いますとね、疲れるからです。なんで疲れるかと言いますと、無意識に腕に力がね入ってしまうんですよ。楽に頭を洗おうと勘違いして爪を立ててしまうんですよね。そうすると頭皮が傷つきますよね。痛くなりますよね。するとどうなるかと言いますとですね、シャンプーやシャワーでのすすぎがね嫌になります。そして頭を洗うことが嫌になります。これは困りましたね。不衛生です。汚いです。で、人間っていうのはですね、毎日細胞分裂を繰り返してね、新しい皮膚が出来上がってきて、古い皮膚、皮脂、角質がねボロッと剥がれていきます。そして髪の毛にはね、整髪量やね、この時期から花粉とか PM2.5 とかあるじゃないですか。そういうのもねついてないのも言い切れません。それらをお風呂に入った時にね、きれいに洗い流してあげた方がねやっぱりいいですよね。その方法というのはですね、最初のシャワーを3分以上すすいでください。これで7割の汚れっていうのは水に浮かされてね流れていきます。次は指です。指ね、これね、皆さんはもうおなじみになった言葉でもうね、指紋認証ってあるじゃないですか。ありますよね。指紋認証を行う時に当てる指の部分で頭皮を優しくねこすってあげてください。指紋認証の、ね、指の場所でね、その頭皮をね触るとね、自然と指がねこう立つことはありません。絶対に寝ます。こうやって自然にこうじゃなくて、こういう指の扱い方になります。そしてここも大事なんですけども、指の通り道ですね。指を通す道順といいますか、方向です。そこを目指して、フェイスラインから生え際からゴールデンポイントまでゴシゴシしてください、ね。なぜゴールデンポイントの方に指を進めていくかと言いますとですね、毛穴の汚れをしっかりかき出すためなんですよ。でね、その人間のね約7割から8割の人っていうのはね、毛穴がね下を向いてます。あとの 2,3 割の人はね真横を向いたりしてますけどね。なので大体の人は上からこう撫でてるだけで、普通にこう頭のてっぺんからバーって、ね、撫でてるだけなんですよ。撫でてるだけバーって撫でてるだけ。この方が楽なんでね、バーってする方がね。でそれはね、毛穴を上から塞いでるだけになりますので、こうねよく言うじゃないですか。毎日シャンプーしてるのにねかゆい臭いってね悩んでる人らは、その耳の後ろとかね、こめかみの少し後ろらへん、耳のこの上あたりっていうんですか、この辺をねこうかいてしまいがちなんですよね。こうガーッとねかいてしまいがちなんですよ。でもこの洗い方をマスターしてもらえたら、それらをカバーできます。これのやり方でね、もうこれからのね季節、まだまだこの暑くなってきますんでね、手を洗うのとね一緒のような感じでね、髪の毛もね頭もねきれいに洗ってあげてください。